皆様こんにちは、JG です。今回もデジタルカメラを紹介します。ニコンのクールピクス S3600 です。1、スペック情報。2014年発売。撮像素子は1、2.3 型 CCD。有効画素数は2005万画素。焦点距離は 4.5、36.0mm、35mm 版換算で 2.5、200mm 相当の撮影画角。光学ズームは8倍。開放 F 値は F3.7、F6.6。撮影感度は ISO80、1600、3200。動画撮影サイズは 1280×720、30fps。専用電池は EL19。記録メディアは SDHC カード。幅×高さ×奥行きは 97.1×57.9×19.9mm。本体重量は 120g。2、現状確認。この個体は見ての通りレンズバリアが壊れています。このカメラは2020年にジャンクで500円でした。特に不具合はありません。マルチ充電器で充電しています。バッテリーは EL19 です。3、動作確認。では動作確認します。電源ボタンを押します。電源が入りました。状態表示がされて正常に動作しています。電源ボタンを押します。電源が切れました。電源ボタンを押します。電源が入りました。シャッターボタンを半押します。シャッターボタンを押します。シャッターオンが鳴りました。レンズが正常に動作しています。電源ボタンを押します。レンズが引っ込み電源が切れました。5、写真。F5 観覧車。梅田。JR 大阪駅。JR 大阪駅連絡橋出口。JR 敦賀駅。JR 福井駅。新幹線乗り場。福井駅。恐竜。JR 福井駅。恐竜王国福井。越前鉄道福井駅。恐竜。恐竜。金沢駅。金沢城公園、大手門口。石垣。外堀。金沢城跡。金沢城、橋爪門。金沢城、橋爪門。金沢城、橋爪門。金沢城、50軒長屋。金沢城、50軒長屋。金沢城、石川門。
兼六園。紅しだれ。青じく。金沢駅。JR 金沢駅。金沢パークビル。鶴ヶ駅、恐竜博士、琵琶湖、JR 姫路駅、姫路駅前、山陽電車姫路駅、門橋、大手門、姫路城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 、大天守、小天守、姫路城、菱の門、姫路城、菱の門、姫路城、伊の門、姫路城、姫路城、桜、姫路城、姫路城、西の丸、姫路城、大天守、小天守、姫路城、内堀、姫路城と桜門橋、姫路城マンホール。6、動画。動画サイズが 1280×720 になります。7、評価。写真の出来は良いです。綺麗です。動画サイズは物足りませんが、悲観するサイズでもありません。撮影可能になる時間が遅く、およそ7秒かかるのは痛いです。これではシャッターチャンスに弱い機器になってしまいます。評価は、良とします。今回の撮影で、イラッとしました。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。